はい、福ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は屋久杉の画像を参考にしながら樹木をしっかりと描いてみたいと思います。ではまずざっくりと下書きをしていこうと思います。下書きは今回屋久杉の画像を参考にする程度ですので水彩紙に直接描いています。下書きが終わったらウェットインウェットでベースの下塗りをしていきます。着彩画面にハケで水を引いてレモンイエローディープを画面に引いていきます。次に緑の箇所に絵の具を置いていくんですが、今回の下塗りの部分はスパッタリングを使って絵の具を置いていこうと思います。色はフーカスグリーンにレモンイエローディープを少し混色した明るい目の緑を使います。一度ドライヤーで画面を乾かしてさらにスパッタリングで色を置いていきます。二度目に置く色は混色をしないでフーカスグリーン一色で置いていきます。次に幹の下塗りです。色はイエローオーカーとバーントアンバーを混色して薄く画面に敷いていきます。画面が乾かないうちにバーントアンバーにバーントシェンナを混色した少し濃いめの茶色を作って影になりそうな部分に色を置いていきます。さらにセピアを混色して一番暗くなりそうな部分に色を置いていきます。ベースの下塗りがなんとなくまとまったら幹本体に色を差していきます。色は下塗りに使ったイエローオーカーやバーントシェンナ、バーントアンバー、セピアといった茶色系の色の組み合わせで最初は着彩をしていきます。幹の立体感を意識しながら凹凸や明るい箇所、暗い箇所を見ていきながら幹本体のディティールを描いていきます。少し緑の描写を入れておきます。前回配信した簡単に樹木を描く描き方8選の中でご紹介したバリエーション1の方法で描いていきます。今回の緑の描き方はこのバリエーション1の描き方を多用していこうと思っています。まだ前回の動画をご覧いただいていない方は概要欄の方にリンクを貼っておきますので先にご覧いただけると伝わりやすいかなと思います。あと動画内でご紹介している絵の具の名称なんですが、福ちゃんはウィンズ&ニュートンを使っているので全てウィンズ&ニュートンプロフェッショナル水彩の名称になります。もちろん他社の絵の具の色にも同じ名称のものが多いと思いますが、ウィンズ&ニュートンにしかない名称もあるのでご了承ください。それから今回使っている水彩紙なんですが、実は福ちゃん初めて使うんですが、ウィンズ&ニュートンプロフェッショナル水彩紙の中目を使ってみました。コットンパルプの水彩紙でとにかく発色はとてもいいですね。にじみやぼかしや絵の具の伸びもすごくいいと思いますね。紙表面は強いのでマスキングテープやマスキング液にも対応できます。あとリフティングも結構綺麗に絵の具が抜けるので塗りすぎた箇所やちょっとはみ出したりなんかした時の修正なんかもまた技法としても使いやすいと思いますね。もちろん同じメーカーから出ている水彩紙なのでウィンズ&ニュートンの絵の具にはとても合っている紙だと思います。ただマイナス点としてはメーカーがもうすでに作っていないということと、あと少しお高い紙になりますね。制作の方は色の重色を繰り返して幹の質感がだいぶついてきました。ここからの表現としては幹のデコボコとした質感にしっかりとコントラストをつけていくことですかね。まずは幹の大きな部分の表情をしっかりと捉えていきながら、ある程度幹の表情が作られてきたら少しずつ細かな表情を捉えていく作業に入っていきます。この時に忘れてはいけないのが平面っぽくならないようにすることですね。あくまでも樹木は円筒形をしているので形を向こう側に巻き込んでいくイメージで描いていきます。さらに陰影を表現していきます。暗くなってる部分は思ってる以上に暗く落としてしまって大丈夫だと思いますね。明るい部分と暗い部分のメリハリをはっきりさせることで立体感が表現できると思います。また透明水彩絵の具は絵の具が乾いていない時はかなり濃く感じるんですけども、乾いてみると結構薄くなってしまいます。この辺りからかなり暗い部分はセピアにブルー系の色を混色していきます。
ここではフレンチウルトラマリンを混色しています。今回はセピアにブルー系の色を混色しましたが、描いてるものの雰囲気によってはそれ以外の色を混色しても大丈夫だと思います。例えば深い赤系の色や緑系の色を混色しても暗い色味は出せると思いますね。前に色を解説した動画の中で赤黄青の三原色を混色すると黒に近い色になるというお話をしたかと思いますが、そもそも茶色系の色は三原色すべての色が混色されているので、どの色が混じっても違和感なく自然な色合いを見せてくれると思います。その中でも暗く影になる部分にブルー系の色を混色されるのにはそれなりの理由があります。色相感を思い出してください。色相感の上部には黄色があると思うんですが、その反対に来る色が青紫になるんですね。この形を自然界に置き換えてみるとこうなります。空から日が差している部分は明るくて、影になる部分が暗くなりますね。明るい部分を色相感の黄色と置き換えると、暗くなる反対側の部分は青紫になるというわけです。このことを自然な色彩調和といって、ナチュラルハーモニーとも言われます。絵を描くときもこの考え方を取り入れることで自然な表現ができ、明るい部分には最初に黄色系の色を置いたり混色したりして、暗い部分には青系の色を置いたり混色していくというのには、こういった考え方がベースになっているというわけですね。色彩と透明水彩の関係は過去動画でもいろいろと解説していますので、詳しくはそちらをご覧いただいた方が早いかなと思います。加工動画のリンクの方を概要欄に貼っておきますので、興味がありましたらそちらの方もぜひご覧ください。制作の方は幹の暗い箇所と細かなディティールにポイントを置いて描写をしていっています。特に細かなディティールの描き方は肩ぼかしでグラデーションをつけていっているだけなので、幹のプロポーションに対して逆らった流れを作ることだけ注意しておけば、あとは根気よく表現していくだけだと思います。なんとなく明るい部分のメリハリが弱いので、筆で少し絵の具を拭き取って明るい箇所を作っていきます。葉の明るい部分にもう少し黄色を刺していきます。黄色はカドミウムレモンを使うことにします。ここでは全体を見ながらランダムに葉の明るい部分のトップに色を置いていきます。次に葉のシルエットラインを樹木の暗い箇所に絵の具を置くことで描いていきましょう。樹木にはいろんな種類によって形が違ったり、色合いや幹表面の表情も違ったりしますよね。今回描いているような大木のゴツゴツした幹の表面を描くのは福ちゃんとても大好きなんですね。岩肌なんかも同じだと思うんですけども、一つの画面に大胆な表現と繊細な表現が混在しているような、こういったモチーフは描いててとても楽しいですね。幹の左側を少し大胆めに影を落としてみました。ただやはり乾くとまた色が薄くなってしまうので、後でまた別の色を置いて暗さを調整することにしましょう。今回描いている樹木は動きも表情もあって、見た目にメリハリの効いている樹木なので、一見難しそうには見えるんですけども、逆に押さえるとこさえしっかり押さえておけば迫力のある大木に見えるので、そういう意味では描きやすいんじゃないかなと思いますね。幹の根元部分の緑の暗い部分を着彩し始めています。色はフーカスグリーンにフレンチウルトラマリンを混色した緑を使っています。ここでは葉の影の部分を押さえながら緑のシルエットラインを描いています。緑の形はシルエットをどう押さえるかで決まってくると思います。葉が集まってその塊がどういう形になっているのかを明るい部分で捉えて輪郭を描いてしまいがちなんですが、どちらかというと暗い部分で形を押さえていってコントラストで描いていくといったイメージで作っていった方がいいと思いますね。森林の葉の間から見え隠れしている細い幹や枝を描いていきます。
色はセピアにフレンチウルトラマリンを少し混色した暗いセピアを作ってシルエット感を表現していきます。幹や枝の手前にも葉があるので、枝を描くときは途切れ途切れに枝ぶりを描いていきます。描くときに意識をしておかないと枝の生え方や方向が揃ってしまって自然な感じに見えなくなってしまうので、不規則に自然に生えている感じを表現していきます。樹木から生えている細かな枝も表現していきましょう。樹木の根元部分の描写を行います。ここは地面に枯れ枝が落ちている感じなんだと思うんですが、まずはベースの色を置いていきましょう。色はセピアを使って葉のシルエットラインを残していきながらグラデーションでベースを作っていきます。では緑の箇所を仕上げていきましょう。色はフーカスグリーンを使っていきます。先ほどお話ししたように暗い部分を捉えていきながら形を作っていきます。前回の動画で説明しそびれたんですが、この描き方は筆先を潰した毛先に絵の具をつけて描く描き方で、どうしても筆を傷めてしまいます。筆自体は丸筆でも平筆でも使いやすい方でいいと思うんですが、できれば使い古した筆か、または100円ショップなんかに売っている安い筆を使った方がいいと思いますね。筆先がすぐにダメになってしまうので、大切な筆や使い慣れたお気に入りの筆は使わない方がいいと思いますね。緑の暗い箇所はフーカスグリーンにフレンチウルトラマリンを混色した深い緑を使っていきます。奥行きのあるさらに深く影になっている部分は上からセピアを重色していきます。樹木から生えている細かな枝をさらに描き足していきます。幹表面の質感もさらに細かく描き足していきます。幹の影になる左側の部分と緑との境界線の暗い部分をさらに描き足していきます。ここではセピアを使って緑の影の部分から幹の影の部分へとグラデーションをつけるような感じでなじませていきます。次に幹や枝にかかっている緑を描いていきます。最初にマスキング液を使ってマスクをしておくっていう手もあるんですけども、今回は不透明のホワイトに透明水彩絵の具を混色した色を上からのせていくことにします。ホワイトはブリードプルーフホワイトを使います。ブリードプルーフホワイトにカドミウムレモンを混色して色を作っていきます。ここで幹の一番暗い部分に紫系の色を使って最後の影色を重色していきます。色はウィンザーバイオレットディオキサイジンを使います。ここで紫系の色を使うことで幹に暖色系の色が混じるので色幅も広がってさらに立体感が出てきたような気がします。葉の隙間にも紫の色を足していって奥行きと深みをつけていきます。幹の根元にもさらに影を足して暗く落としていきます。枯れ枝の表現は暗い部分に色を置くことで枯れ枝のシルエットを残して表現していきます。葉の影の部分を紫を使ってさらに塗り足していきます。ここではあまり描きすぎると全体が暗く平面的になってしまうので描きすぎないように注意をしていきます。本当に暗い部分だけを見据えてピンポイントで色を置いていきます。特に葉と葉の隙間をシルエットで落としておくと画面に立体感とメリハリがつくと思いますね。さらに不透明のホワイトに透明水彩を混色した色で幹や枝の上から葉を描き足していきます。この工程は葉っぱの修正も含まれているので葉のプロポーションがあまりにも揃ってしまっているところはこの時点で不揃いな形の自然な形に修正をしていきます。葉の形を整えるのは明るい箇所だけではなく暗い部分も同じことですね。枯れ枝の明るい部分に少しハイライトを入れておきます。あと幹表面に生えている葉も描いておきましょう。あとは細かな気になったところに手を加えていきます。実はカメラを止めてからも少し色を足したところもあるんですが、今回はこんな感じで完成にしたいと思います。
はい、今回は屋久杉の画像を参考にして樹木をしっかりと描いてみました。今回連休ということもあって久しぶりに腰を据えて絵を描けたような気がします。このチャンネルではお絵描きをしながらちょっとした描き方のコツやお絵描きに関する情報を発信できたらなと思っています。興味を持っていただけましたらぜひチャンネル登録を、また感想やちょっとしたことでもコメントいただけたらとても嬉しいです。ではまた福ちゃんのお絵描き工房でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。